よし、俺が手本を見せてやろう。え？いいか、よく聞いてろよ。これが本当の早口言葉だ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。すげえ、しっかり聞き取れるぜ。くっ、やっぱ桐生さんにはかなわねえな。俺たちもまだまだのようだ。そのようだな。だがこのままじゃ終われねえ。次こそきっちり言ってみせるぜ。ああそうだな、とりあえず今はちゃんと料理を頼まねえとな。すいません、あのマリネのなんとかか。あんなのお前注文できるのかよ。おう大丈夫だ。いい顔つきになったじゃねえか。これをください。言わないのかよ。